はい、皆さんこんにちは、ちょでございます。ミスタープロ野球やっていきましょう。88ね、昨日は危なかったですね。じゃあやっていきましょうと。さあ、スコアラ配置変えましょう。まず、いや666じゃない、ちょっと待って、これどうすんの。数字入れていかないといけないのか。広島一人でいいかい。広島は二人のままだな。で、巨人が広島7勝3敗でしょ。巨人は8勝4敗。ドラゴンズにめっちゃ勝ってるんですよね。で、ジャイアンツは8勝4敗だから、ホエールズに3人持っていくべきかな。あ、じゃあそうしようか。カープも負ける気正直しないので、今さっきステップ14あったと思うんですけど、12に減ってませんか。あれ違った。で、ジャイアンツも1人で、中日も1人ですと3人、全部でこれは2人ずつが10人いるんだよね。10人いるんで、3の4の1にしようか。そうしよう3の1の4かな。4、3、7、8、9、10、これでいいね。はい、これでいいです。これにしたらもうホエルズタイだもんね。ほぼタイだもんね。スワローズ負け越してるからね。これでなんとかなるかな。じゃあ、そうか、練習したんか。私ごめんなさい、練習したんだね。さあ、キヨ先生がいいね。稲尾先生も上がってきてるわ。でもキヨ先生だね。キヨ先生でいこう。ちょっとお待ちくださいね。また恒例のやつですね。よいしょ。おや、ちょっとごめんなさい。よいしょ。はい。さあ。よいしょ。ごめんなさい。ごめんなさい。何があったの？そのコマンド行っちゃったんだね。もう本当にね、もうなんとかなんないかな。今井先生でしょ。今回平田さんが上なんだけど、平田さん上げてんだけど、ここもう置いときましょう。知らんぷり。佐野さん帰ってきた。どうしよう。岡田先生復活させようか。岡田先生5番で行ってみようか。で、島田先生入れましょう。で、佐野さんは上がってないんでね、大野さんに変えましょうか。でもね、これだったら真由美先生をね、変える方がいいんでしょうけどね。真由美先生変えようか。これは絶対変えないといけないね。これ変えないといけないね。真由美先生変えよう。真由美先生、大野さんで行こっか。で、キーヨさんだよね。で、守備は合ってないね。大野さんは守れるとこ意外にないので、ライトしか守れないので、佐野さんも守れないんだよね、この人もね。これでいこうか。本当外野はね、言うことないんですよね。てか外野ば、そうだね、外野の人が多すぎだね。いきなりツーベース。調子いいとあれだね。真由美さんは福岡県出身なんですよね。前聞きましたけど、なかなかね。真由美さんはちょっとね、なんていうんですか、阪神に置いとくにはもったいないぐらいいい男なんでね。もっと細いな人なんでね。宣伝とか CM 出てましたもんね、やっぱり。ちょっとね、すごい日本人離れした顔してますもんね、ちょっとね。
まあ別に根血じゃないんでしょねえ、まあ、ああいうタイプの顔の人いますね、キリッとしてね。あれあの一応1点は取ったけど、なんだか終わっちゃったのかなと。さあ岡田先生、久しぶり5番に戻ってきましたけど、なんかダメっぽいなやっぱ岡田さん8番の方がいいかな。あーなんかやっぱダメだね、いつもの打順に戻した方がいいかもわかんないねこれね。小野さんが3割キープしてるんですよね、いつ切るのかなと思ったんです。ああこの人前回ホームラン打ったんだね、度肝抜かれましたね。でもキャッチャーが3割超えてくれてるんで、これも助かりますね。なかなかキャッチャーでね、キャッチャーで打率がいい人っていうのはなかなか難しいんでね、もうキャッチャーどちらかというとリードなんでね、試合を組み立てるのがキャッチャーの役目なんでね。えでもまあそう思っちゃうと古田さんはやっぱりすごいですよね。まあ巨人の阿部さんもね、なかなかホームランとか持ってましたけどね、まあ小学校とかの頃はね、体のでかい子はキャッチャー生かされて、その子はまあ大抵4番とかにね、体がでかいんで飛ばせるから4番っていう感じに なりがちでしたね、私のいるチームではね。本当ね、加計夫先生もやっぱり下がり調子だねきつかちょっと1点だけじゃやばいぞと。スコアラーの配置を変えただけでもう出んの、すぐ結果が出んのかな。まあスコアラーのね、あれを上げとけば、中精度を上げとけばね、そこはそれでカバーできるんじゃないのかなと思いますけど。おお岡田先生打っちゃったね。おいいね、いい感じで回ってますね。藤尾さんだ、タイツ悪いね。あ、ケツか。ちょっと藤尾さん応援したくなるけどね。やっぱりね、何なんでしょうね。やっぱりうまいこと言ってない人とかはね、なんか応援したくなっちゃうよね。ちょっと厳しそうだね、2冠は取ってるけどね。あでも待てよ、ホーナーがいるのか。あのヤクルトのホーナーが結構すごいんですよね。嫌なとこで回ってきたな。あいい、あ次一応だピッチャー用意しとこうかな。あでも完封だね。ちょっとこの打順ダメだね、また変えよう。やっぱ8番ぐらいにね、8番ぐらいに恐怖のバッターがいる方がいいよね。
やっぱりね、ここで島田さんと岡田さんだったらやっぱ違うもんね。ちょ、用意しますか。用意しましょうか。あ、福間先生いいね。お、あ、ダメだ。ノーアウト一塁か。あ、ナイスナイス。あ、小野さんいいわ。ちょっと2点じゃ怖いね。あれ、ちょっと待って、私まだ大野さん出した？あれ、大野さん調子よかったんだっけ？いやー、まゆみさんの方が調子よかったんだ。しまった。あっちゃ、あっちゃ、これはミスった。今日まゆみさん調子よかったんだ。てか私、まゆみさんのつもりだったね、気持ちが。2点怖いな。抑えれっかな。あ、いけそうだね。ただクリーンアップ回ってくるんだね。あ、いけるか。あ、いったいった。あら、完封だわ、キヨさん。はい、タオさんが取ったね。お、スワローズ負けたわ。やっと負けた。あ、1位になった。初めてじゃない、1位になったの。あー、よかった、気持ちいいね。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。88のミスタープレイ、今日終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。